自分がわがままを言っているように感じます、うん、どのように仕事復帰しましたかっていう質問です。なるほど、うん、3年今、育休産休と育休で合わせて多分日本は1年そうなんで、ね、取れるのってで3年ぐらい休みたい、うん、育休含めたら3年ぐらいいけるんじゃなかったでしたっけ。え、1年じゃない、3年いけるっけ。そっか、産休育休です、1年か。産休が確か8週間で育休1年だったような、うん、3年だったっけ。うん、そうか、そうか、1年か、3年か。でね、お父さんもね、うん、実は1年取れるんですよ。そうですね、そう、ぜひみんな使ってっていう感じだけど、使ってほしい。うん、これはまあ3年ぐらい休みたいと思っていますが、これは別にわがままではないんじゃないか。全然わがままじゃないし、うん、自分のペースで全然いいと思う。そうそうそう、なんか自分とね、うん、環境的にそれが OK なのであれば全然いいと思うし、うん、仕事とのバランスはね、人それぞれですからね。そうですね、なんか外で働きたくなったら働けばいいし、うん、なんか家で子育てをね、やるって本当に大変じゃないですか。そう、24時間ずっとやり続けるの、ね、仕事してるより大変だと思ってる。大変だと思ってる、私もそう思ってるから、ね、むしろ3年までなんか休めるのが逆に私は尊敬しちゃうなっていうところがあって、うんうん、そうだね、だからそれがちゃんなんか楽しんでできてるんだったら全然わがままでも何でもないと思う、うん、なんか職場にもしかしたらそう思われるかもしれないっていうことなのかな。うん、うん、なんか仕事においてのチャンスをね、うん、逃したくないから出産に対して不安で、あの、はい、なかなか踏み切れませんっていう方もいるし、うん、逆に出産したらもう仕事を辞めて家庭に専念したいっていう方もいるから、あの、まあ、自分の人生ですからね、重きを置いてるところが。